ヨーゼフ・ケステル。ヨーゼフ・ケステルは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、新英隊となり、1919年からは1928年までは、加工場の工員として、その後1933年までは、建設作業員として働いた。1933年、国家社会主義ドイツ労働者等に入党するとともに、新英隊に入隊する。 同年からダッハウ強制収容所に監視として配属され、1937年からはブロック長の役職についている。1940年10月から1945年4月11日までブーヘンバルト強制収容所に勤務。ケステルはブーヘンバルトでもブロック長の役職についている。1941年2月から1942年1月、ケステルは 採石場に派遣される懲罰隊所属者からなる囚人文献隊の監督を務めた。1945年、ミッテルドーラ強制収容所の外部収容所であるボールッカ兵舎強制収容所に配属される。ケステルは所長、ハインリヒオステミ・ SS 中尉の直属の部下であった。同収容所では栄養失調や劣悪な衛生環境が長らく放置されており、 多くの収容者が死亡していた。敗戦後、ケステルは、ダフハウ裁判の一環として開かれた、ブーヘンバルト主要裁判で裁かれた。この中で、ケステルは、連合国軍の捕虜を虐待、殺害したとしたとして起訴された。ケステルは、収容所内の懲罰規則に基づく収容者への処罰を行ったことは認めたものの、殺害については否認し続けた。 1947年8月14日、ケステルは、採石場における収容者の死について、間接的、直接的に関与しており、ブーヘンバルと収容所の運営に十分な関与があったとして死刑が宣告された。ケステルは、原刑単書症2度提出しているが、いずれも却下されている。1948年11月19日、ランツベルク先般収容所にて、公主刑に処された。 ハリー・スタイン、ジャデンク・シュタット・ブッフヘンワルト、コンセントラーツ・ヨン・スローカー・ブッフヘンワルト1937-1945、ビグレイト・バンド・ツア・スタン・ディジェン・ヒストリシアン・オーステレオン、ゲッティンゲン1999、S308 ・ジェンズ・クリスチャン・ワーグナー、ノー・シー・ウソン、イン、ボルフガング・ベンツ、バーバラ・ディステル、デア・オート・デ・テア・ヤーズ、ゲシヒテ・デア・ナッツ・オ・ソトシア・ア・アリストン、 コンセントラーアヨツスローカーバンド7ミュンヘン 2008S320F ありがとうございます。